ちょっとアンジーなんですけど、間違えちゃいましたけど、なんですかね、実はちょっと自分事なんですけど、昨日ライブがあって、まあ、ちょっと弾けた曲をね、リハーサルなしで、ちょっと田舎の方の街でやってきたんですけど、結構弾けた感じなので、今日はこういう気分でいきたいかなと思って、ちょっと声も張ってないんですよ。まだ疲れが残ってるわけじゃないんですけどね、お許しください。ということで、まあ、筋トレシリーズ第10回目ということで、まあ、皆さんきつかったでしょう。これね、毎日やれとは言いません。毎日ワンセットで、例えばね、第1回目から第10回目をワンセットで3回ずつとか、まあそんなのはちょっとあれと思うんですけど、でも、まあ、必ずライブ前とか、まあ、さっきライブの話したんですけど、ライブ前とかやっぱちょっと緊張したりするので、なんかこう指を動かす練習じゃないと、こうチョーキングした時にこう外したりとかするので、僕もなんかね、アンプつなげなくて、まあこういう音でこうなんかとか、いろいろ指動かしたりするので、まあそういう時になんかね、全10回の中で使え、自分のレベルだったらこれぐらいはできるかなっていうのがあれば、使っていただきたいなという感じで、僕も情報を駆使して、このオンラインレッスンはテキストが使えないんでですね、僕の頭の中のテキストでやってますんで、少々無茶なことも多いと思って、庄司君にもかなり無茶言ってますけど、今日もちょっと話しすぎるとですね、10分という尺が、このカメラが最近入る以上になってですね、ものすごく厳しくて、10分だったら自動的にカッと切れるんでですね、ちょっともうやりたいと思います。先週の復習はしません。もうね、見てください。もうそうすると多分10分超えちゃうんで、もう多分今3分ぐらい喋ってるんでですね、当たってるでしょ。じゃあですね、残りの、まあ、1625というところのですね、2、まあ、キーが C でいうところの2mというところで、 Dm7 ですね。これはコードの説明したんですけど、小指をつけると普通のセブンスで、小指を外すとフラットセブンスで、まあここに1オクターブ上のセブンスがあるので、まあ、こういうのも入れつつちょっとやってみますね。これ難しいですよ。僕もちょっと自信ないんですけど、ちょっとやってみます。ここもちょっと開きますね。まあこれに、これフラットセブンスですね。それとこれですね、これフラットセブンス、それを絡めて、それといよいよ最後の G7 なんですけど、これも小指を外したこの4弦の3フレットっていうのがセブンスの音になりますので、ここにセブンス、これも絡めて、今度はね、メジャーなのでサードの音が、こっちだとマイナーになっちゃいます。こっちですね。じゃあゆっくりやってみます。Thank you.
かね、フィンガートレーニングしててもなんかそのままソロとかでもね使えそうな感じなんですけど、ね、ちょっと難しかったんでちょっとスローペースで進めましたけど、これあえてもうリズムマシン君使わずにやりましたんで、ちょっとフレージングっていうかあのポジショニングダイアグラム見ながら覚えて、どこにサードの音とかフラットセブンスの音とかあるっていう風に分かれば、なんとなくコードでリフ作ったりアルペジオ作ったりとか、まあ、またソロでねアドリブするときなんかになんかこう役に立つかなっていう、なんか僕とかよく A マイナーとかでよくコード崩しのアドリブとかやったりとか、こっちの Am とか、なんかちょっとコードを崩したようなフレーズとかね使ったりもするので、あの結構ね役に立つと思います。まあメジャーセブンスだったらこうなんか C でやったりとかするとすごいメジャーセブンショックが強くなるし、まああと Am I がナインスの音なんですけど、ベンチャーズとかねあると思うんで、そういうなんかコードの中身っていうのを少しね分かってギターを弾いてやると、よりこうちょっと一歩進んだねギターが弾けると思うので、あの今回ね全10回お疲れ様でした、僕もちょっと疲れました。まあこればっかりねやるのもきついと思うんですけど、まあこういうのもすごくねあのギター弾く上で大事かなと思って、まあ初心に変え、まあ初心者からまあちょっと中級者レベルぐらいまで行っちゃったんですけど、ぜひあのなんかね自分の指鳴らしとかに使ってもらえればなと思います。まあまたちょっとね次はアコギシリーズに入るんですけど、第2回ちょっとまたスパン挟ましていただいて、僕もちょっと音声かなんか行きたいかなと思ってますんで、まあ、冗談はさておきということで、指のトレーニングということでですねやりましたんで、また、お付き合いください。またね次どんなエレキシリーズが出るか分かりませんが、では、また来週からちょっと2週ほど映像をお届けしてということで、薄井でした。お疲れ様でした。